さあ Q&A コーナーの時間がやってまいりましたということでですね、はい、Q&A コーナーももう回を重ねてナンバー207ということですね。すごいですね、はい、というわけで今日もですねいつものように行ってみたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。よし、まあ、このコーナーはしたいですね、皆さんがバイクについて謎に思っていること、バイクに聞いてましたね、最近はね、はい、謎に思っていることをですね、私が適当にお茶に入れたいと思いますけど、いつも正解はありません。もちろん正解の瞬間の答え合わせではないんですけど、ただですね正解の方は許したと思うんですよ。これ取り上げていただければ余裕もなっていくかもしれないですね、というコーナーでございます。はい、柴さんこんにちは。いつもお世話になっております。質問です。先日おバイクしていたら2速に上げるときに N に入ってしまって焦ってしまい、回転数を上げたまま1速に落としたらバコンとめちゃでかい音がしました。そこで心配になってしまい質問させていただきました。僕のおバイクはもう傷物ですか？心配して5食しかご飯を食べられません。よろしくお願いいたします、ということですね。5食しか食べられないのはまずいですね。これだいぶ悩んでらっしゃるご様子ですけど、まあ、結論から言うと大丈夫ですっていうところなんですよ。で、まあ見たわけじゃないから 100% の大丈夫はこの世にはないとは思うんですけど、まず平気でしょうということでですね、あのトランスミッションってもうギアね、もうめっちゃ丈夫なんですよ。あのあそこが壊れたら結構すごく大変なことになるので、あの作業で修理するのも大変だし、逆にあのなんていうんですかね、エンジンがロックして転倒につながるかもしれないんで、基本的にはめちゃくちゃ丈夫なんで、おバイクしてた時に2速から N に入れたぐらいでバコンとめちゃでかい音がしてもですね、音は出ますけど、まあ、ほぼ壊れてることはないかなというふうに思います。あとは壊れた場合その後普通には乗れないので、はい、その後普通に走ってる時点で大丈夫じゃないのと思うんですよね。どっちかっていうと、オイル交換をちゃんとやらない状態でひたすら乗られたりとか、そういうことの方がよっぽどダメージは大きいので、まあ一度や二度の操作ミスでですね、ダメになってしまうほど脆いものじゃないというふうにですね考えていただければいいんじゃないでしょうか。さあこれで何食食べれるようになるんでしょうね、という感じですね。続いて、いつも楽しく拝見しています。先日中古の YZF-R1 2002年式を購入しました。右側に転倒傷あるままでの納車をしたので、ヤフオクなどの中古パーツを見て、さすがに21年前の車両なのでなかなかいいパーツがありません。そこで質問なのですが、調べると中華パーツがちらほら出てきます。補修部品や商品がないので、中華パーツでのステップやカウルでのカスタムや補修や部品を取り付けても走行や耐久性などは大丈夫なのでしょうか。つまらない質問ですみません、ということですね。そこに MKMK さんが回答してくれてますね。はい、カウルとかは中華品でもあまり問題ありません。簡単には装着できないかもしれないので気合を入れてください。中華製ステップは絶対にダメです。ブレーキが効かない、シフトフィールが最悪なのは可愛いレベルで、ステップのネジが緩んで突然脱落したりします。かっこ実体験と。純正やお高めのメーカー品がどれだけしっかり考えているか、万が一壊れたら死にかねないのでお金をかけましょう。中華製部品は装着できなかったり、突然壊れたりしても笑える人は使うべきですね。耐久性が気になるならやめときましょう、というふうに回答してくれてます。50ape35 さんがですね、同じく回答をくれてます。プラスチックの種類が違うみたいで柔軟性がないような気がします。純正とは違うので穴が合わないから加工が必要とか話を聞きます。断熱材を後ろから貼る場合があるかもです。フェンダーレスキットを安いからといって買ってみたら全く合わなくて枕を濡らしたこともありました、ということですね。はい、というふうに皆さん回答もくれてますね。基本的にはですね、まあ良し悪しなんですよね。まあ使えるかなっていうものと、使えねえよこんなもんっていうものが混在してるのがですね、あの中華パーツですね。はい、多分それ見分け方としては値段ですね。当然ね、本来だったら5万するパーツが驚くことに数千円で売ってたりすると思うんですけど、まあ本当に価格妥当、価格次第ですね。だから例えばその、よく経験したのは、例えばネジ穴がちょっと合わないとかっていうぐらいは大体皆さん予想はするじゃないですか。でもカウル自体が合わないっていう予想は意外としないと思うんですけど、相当力かけて引っ張ってくっつけたらとりあえず形になりましたとか、あちこち隙間だらけですとか、要はそういうところを我慢できるのであれば、もちろんつかないものっていうのも存在してます。はい、これはもうその一個一個見てみなきゃ分かんないんですけど、あのよく一時期流通してました。もう爪があってもつけようと思ったらポキポキ折れていくから、もう爪は全て失っていくとか、でそこがガバガバになるとか、そういうことが我慢できるのであれば中華パーツありだと思います。外装は別にいいよ、とりあえずパッと見くっついてる感じがしてなんとかなれば、で穴合わなかったら適当に穴開けてそこに貧乏ステー追加してうまくやるからいいよっていう方だったら OK ですね。ただなんとなく純正の2割劣化版が欲しいな、安くってぐらいだったら、本当に手出したら本当にゴミ買ったなって気持ちになっちゃうんじゃないかなと思います。ちゃんとつかない、なんとなくついてもガバガバしているとか、そういうのが OK であればありです。はい、別にありだと思いますよ、使うのも。うん、で
まあ、ステップとかそういう、機能性部品はですね、MK さんの意見に私も賛同いたしますので、やめた方がいいんじゃねえかなっていう気がしますよ。はい。そんな感じでございます。はい。皆さん、夏物の洗濯はどうしてますか？ウェアを傷めたくないとか余計なことを考えてしまい、そろそろ洗濯機にかけています。かっこ手洗いモード。思い切って、リセッシュ、ファブリーズのみとかも、僕自身無頓着野郎なので、ありなんですが、さすがに匂いは自分じゃわからないので、洗濯表示厳守？無視して洗濯機？クリーニング？もう僕には何が正しいのかわかりませんって来てますね。はい。まあ、ちなみに私の話をすると、夏物ってメッシュジャケットですよね、要はね。うん。ああいうのですよね。もうバリバリ洗濯機でございます、私は。しかも無頓着かつ潔癖症なので、もう着るたんびに洗濯機に放り込んで、いってらっしゃいって回してますけど、今のところ大きなトラブルはないですね。ただ気になる方は、たらいにですね、手洗い用の洗剤を薄めて入れて、それでもみ洗いして、水洗いして、日陰干しすれば絶対大丈夫ですよ。ただ私は洗濯機に入れてますっていうのと、奈々葉くんもどうせ洗濯機に入れてますっていうのと、はい。そんなレベルでございます。責任を取らないよっていうのと、パッドがなんか変な形になりますよね。そう、脱水でね。はい。それぐらいですね。はい。パッドの方がいいかもしれない。うとん着じゃなければ、はい。まあそんな感じでやっていただければいいのかなと思います。あとは皆さん回答してあげてください。僕はこうしてます。あいつらの意見は参考にならねえっつって書いてくれればいいですよ。はい。これナンバー181の動画に対する質問なので、ナンバー181を探していただければですね、この方の、文章が載っております。概要欄に概要欄にリンクですね。はい。ピョーンって飛び出すマイクロ SD スロットの開発者は死刑が妥当だと思いますが、未だ逮捕すらされていません。なんとか懲らしめる方法はないでしょうか？噂によると島田さんに頼めば裏の仕置き人に頼んでもらえると聞いたのですが、って感じになってますけど、あれですか、飛んでってどっか行っちゃうやつですか？これはどうですか、奈良花さん的には死刑が妥当だと思います？まあね、たまに飛んできますよね。基本的に家の中なんで、はい、見つけられますけど、むしろもっと違う形でなくしますもんね、このスロットがどうこうじゃなくて。バイクの質問でも何でもいいですね、これ。なんかムカついたからここに投稿したっていう、多分ピヨンとした瞬間だったんでしょうね。あそこに行ってやるってことでしょうね。でもこれ知ってます、開発者今どうなってるか。ボケようとしますね。知らないです。もう分かりますね、流れが。もう処置済みですよ。はい。なので今見かけないと思うんですけど、もう死刑になってないとか逮捕されてないっていうのは、そのニュースになってないってことですね。はい。ということでよろしかったでしょうか。もうやってありますということで。はい。島田さんお世話になっております。質問です。この前走行中にギアが間違えてニュートラルに入ってしまったので、なんかデジャブかこれ。慌てて一足に落としてしまいました。その時にとんでもない音がしたのですが、シフトチェンジに問題なかったのでそのまま乗り続けました。1回のミスがでギアがダメになったりしますか？よろしくお願いいたします、ということですね。これ207番の動画にですね、これ答えを載せているので、まあ今見ていただいているのも207番の動画なんですけど、ぜひですね、ナンバー1をですね、ご参照いただければという感じですね。はい、大丈夫ですよ。はい。昔から気になっていたんですけど、エンジンブレーキってなんで低いギアの方が強く効くんでしょうか？イメージ的に重いハイギアの方が強くかかったりしそうなイメージがあります、ということですね。ああ、なるほどね。これでも分かります？気持ちは。それとも分かんないですか？ああ、分かってなさそうな顔してます。言われてみれば。じゃあ、自転車で、ママチャリとかで、1、2、3って書いてあるギア、ありますね。皆さんがエンジンだと思ってください。で、1でくるくるペダルを回すと、2とか3で回すよりも、ペダルを回すのは軽いですね。はい。つまり1から2にすると少し重くなって、3にするともっと重くなるじゃないですか。これがその自転車を漕ぐっていう行動ですよね。ここまではわかりますか、奈良花さん。で、それはエンジンが後ろのタイヤを回している状態ですよね。で、エンジン。だけど、逆にそれを全くひっくり返して、エンジンブレーキっていうのは後ろのタイヤがエンジンを回しているということですね。これは分かりますか？エンジンブレーキの状態っていうのはエンジンが回されてる側ですね、リアタイヤに。要はエンジンの回転を抵抗にして車速を落とすっていう行動ですよね、エンジンブレーキなので。なので真逆になってるんですね、やってることが。つまり漕ぎ手が1が一番軽くて、2がまあまあ軽くて、3が重たいわけじゃないですか。つまり後輪からしたら真逆になるわけですね。つまりハイギアの方が、軽く回せる、抵抗なく回せるということですね。
ということで真逆になるので、ギアが低いほど重くなっていくというのはですね、効きが強くなっていくというのは、まあ、説明ができるんですけど、どうやらこんがらがりましたね。じゃあ違う説明の仕方をしますね。これあくまで耳で多分聞いてる人が多いんで、全部口でやんなきゃいけないっていうのがもう一つ大喜利みたいになってるんですけど、じゃあドライブスプロケットとドリブンスプロケットがありますね。前のエンジンについてる歯車とリアのタイヤについてる歯車がありますね。これは分かりますよね。チェーンでつながってます。そうするとエンジン側についている歯車が1回転回っ、ごめんなさい、3回転回ったら後ろの歯車が1回転したとします。これ分かりますよね、っていう風に回転しているじゃないですか、エンジン側の歯車が3回転回ったら後ろの、歯車が1回転する。そうするとエンジンが3回転で後ろが1回転ってことは、後ろを10回転させるためには前の歯車は30回転必要ですね。3倍だから、つまりエンジンが、まあこれ実際に比率とは別ですけどね、エンジン側の歯車が、3回転したら後ろのタイヤが1回転するルールだったら、逆に言うと後ろのタイヤを1回転回したら前の歯車は何回転しますか？そうですよね。つまりめっちゃ回るじゃないですか。エンジンからしたら大変ですね。だから後ろのタイヤを30回転させたら前の歯車90回転ですよね、3倍だから。つまりエンジンにとってはたくさん回されちゃうってことですね。いっぱい回って大変だってことですね。だからそういうふうにギア比って小さい歯車と大きい歯車だったら大きい歯車の方が楽をしているんですよ。もうすごい雑に言うと、だって片や3回転仕事してるのに片や1回転しか回ってないわけじゃないですか。その比率を変えるっていうのがギアを変えるってことなんで、低いギアになるほどエンジン側が大変になるんです。だからエンジンブレーキかけた時に、高いギアでエンジンブレーキかけてもうーんって 2,3,000 回転しか回らなくても、ローとかセカンドでエンジンブレーキかけるとうーんって 6,000,7,000 回るじゃないですか。それは後ろのタイヤの方が楽してるから、同じスピードだったらね、ギアを下げるほどにエンジンに負担がかかるんですね。負担っていうか回転数が上がるんですね。だから当然エンジンは抵抗するわけですよ、嫌だから。だからエンジンブレーキが、低いギアの方がたくさんかかるっていう理屈ですね。エンジンの方が3倍働いてるから、だから、そのギア比を変えていくほどに、後ろを楽にしていくほどに前は嫌がるってことですよ。だからギアが下がっていくとエンジンがワーンって言って抵抗が増えてエンジンブレーキがいっぱいかかる。これでどうでしょう、うん、これはなんか目つぶった方がいいですね。目つぶった方がいい。でも運転中の方はダメですよ、つぶっちゃ。一言で説明すると、低いギアほど回転数が上がるんですよ、エンジンの。それやれば分かりますね、はい、低いギアほど回転数が上がるからエンジンブレーキも強くかかると考えていただければいいんじゃないでしょうか。同じスピード同士だったらね、はい、同じ30キロでエンジンブレーキをかけた時には、はい、5から4に落とすよりも、簡単に言うと、5から一気に1に落としたらですね、ものすごいエンジンブレーキかかりますね、はい、そういうことです。はじめまして、いつも楽しく拝見させていただいております。質問させてください。1年ほど前、知り合いよりマジェスティ125を買わないかとの打診がありました。実際に試乗もしてみて状態も良かったので、かなり心惹かれていましたが、ネットの口コミなどを見るとなかなか古くなってきた上に並行輸入車になるので面倒を見れるところがないといった書き込みが多く、迷ってるうちに話が流れてしまいました。当方油脂類交換やブレーキパッド交換くらいの簡単なメンテはできますが、大きな故障となった際でも YSP さんなどではやはり対処できないのでしょうか。気になって感触がやめられません。よろしければ回答よろしくお願いします、ということですね。これは逃した魚は大きい気持ちになってるんでしょうね。いやー、買わなくてよかったっすねーっていうのが私の意見ですね。想像を絶する壊れ方するんで、果てしなく予算があったらそれでもいいんですけど、買った方がいいじゃんよって思うようなね。で、パーツ手配ができないっていう問題がまずあって、例えば代表例を一つだけ挙げましょう。このバイクのよく壊れてたぜこういうのがっていう代表例を一つ挙げると、海外モデルに限って言うと、並行輸入車に鍵の頭にマイクロチップが入ってたんですよ、メインキーの。だからキーを挿してオンにして、要はスペアキー作ってもエンジンかかなかったんですよね、そのマイクロチップが入ってないと。だからキーでオンにして、走ってると振動で鍵の、これ鍵だとしたらこの頭がパカーンって割れて中からピスタチオが飛んでっちゃうんですよ、ピョンって。まあマイクロチップね。そうするとマイクロチップが認識できなくなって、その場でエンジン止まるんですよ。プーって言って、うんってなって、なんでだと思って鍵を見ると、頭がパカーンってピスタチオしてて、豆がいなくなってるっていう状態になってて、道路のどっかに落としてきたマイクロチップなんか見つけらんねえんだけどって言ってレッカーになるんですね。
でお店に持ってくるじゃないですか。いや部品取り寄せできないんで、これマイクロチップ交換できないっすよってなって、あの僕どうしたらいいんですかって言ったら、僕らもどうしたらいいんですかとかね。そうするとどうしますか、七飯さんなら捨てたくなりませんとか、まあこれ一例です。はい、よくあった一例。例えば国内モデルだったとしても、そんなことが起きたら全交換ですよ、コンピューター系のパーツを。そうすると恐ろしい金額かかるわけですね。頭パカンしただけなのにっていうね。ただライダーは、え俺乗ってただけなんだけど、何にも悪いことしてないんだけど、オイル交換もちゃんとやってたんだけどって言いたくなりません？なのでそんなピスタチオバイクをですね、買わなくてよかったですねっていう話ですね。はい、しかもあの向かなくても自動ピスタチオですからね、はい、もう最初から半分ぐらいこうだまあちょっとあんまり言うとよくないんで、はい次行きます。皆さん知っていましたか、トヨタ LFA のエンジンはヤマハ発動機製というのは有名ですが、 V10 ってことだけでもすげえのに、なんと1台ずつにエンジン組んだ職人さんの名前が書かれているらしいです。もう工芸品ですよね、しびれる。絵画にピカソやシャガールとか書いてあるのと同じですよ。私が富豪なら絶対買ってるよ。落ち着いて質問ですが、なんでトヨタ車にはプレミアム感たっぷりの過剰サービスなのに、2代目 VMAX や R1M などのプレミアムバイクには職人名はつけないのでしょうか、ということでですね。これは回答はとても簡単ですけどね、私が答えなくても。 LFA は3000何百万だっけかな、そんな感じでございます。はい、で同じように書いてあるものとしてはですね、 AMG とかですね、あの何種類かあるんですよ、そういうエンジンって世界には。ただ全てですね、3000万円オーバーでございますということでですね、VMAX とか R1M みたいなですね、まあ300万円未満、あ R1M はちょっと超えてるか、はいですけどぐらいのものだとですね、ちょっとそこまでのものではないっていうのがですね、まあ回答になっちゃうのかなと思いますよ。はい、金の問題ですね。1から10まで足がやりやすせっていうエンジンですよね、名前が入るのって。だけどあの量産型のエンジン、例えば VMAX も R1M もそうですけど、要は何人かの人間で組み立てるわけですよ、エンジンラインで。そうすると僕が作ったっていうにはちょっとっていう話になるわけですよね。例えばこの LFA のエンジンっていうのはヤマハで作ってるって言ってるんですけども、結局そのエンジン自体の本体の一部の組み立て工程とか加工工程はトヨタでやっております。でそれはですね、トヨタが F1 をやっていた頃に持っていた設備がないと、ヤマハにある設備ではですね、このエンジンはだけでは作れなかったので、トヨタに借りてそういう設備をね、一部ね、やっていたというのもあるので、一機一機その人がもう本当につきっきりで面倒を見て最終確認までして、そこで初めて職人さんの名前を入れることができるというところですね。だから価値があるんですよね。やっぱり300万円ぐらいの商品にですね、それをやり始めちゃうと、なかなかあのそういうありがたみっていうのはなくなってしまう部分もあったりするんで、まあそんな感じですね。七飯さんもだって LFA が出た時にあの慌ててね、あのレクサスのディーラーに駆け込んだらもう買えなかったですもんね。聞いたことないですね本当にまあいろいろですね、今もうだって億超えでしょあの車なのでですね、まあそういうことです。はい、機種だったらすいません、先日忍者 H2 の動画を見ていてふと疑問に思ったのですが、ターボチャージャーとスーパーチャージャーの違いって何なんでしょうか、お猿さんでも分かるように解説していただけると嬉しいです、ということですね。MKMK さんが回答をくれてます。エンジンの動力を使ってタービンを回すとスーパーチャージャー、排気ガスを使ってタービンを回すとターボチャージャーと日本では呼ばれています。ターボチャージャーはほぼ1種類しかないですが、スーパーチャージャーは数種類あるのでややこしい、適当で大丈夫ですってことですね。はい、という感じになるんですけど、お猿さんは分かりましたか今ので。口で説明するのむずいよね、 MKMK さんもそうだろうけど、要はターボチャージャーはここ、じゃあ七飯さんにも分かるかどうかチャレンジしますけど違いも知ってたりします、逆に。いいことそんなもんないっす。あ、そういうことですねターボチャージャーはそもそも飛行機に使っていた、装備を車に転用したものです。飛行機が高いところに飛んでいくと空気が薄くなります。だからある一定の高度に達すると飛行機のエンジンというのはですね、力を出せなくなって、あの空気が足んなくなってね、酸素密度が薄いから空気が足んなくなって、これ以上高いとこ行けないよってなってしまいました。なので飛行機から出る排気ガスありますね、その排気ガスにプロペラを当ててシャフトを回転させて、空気の吸い込み口によりたくさんの空気をですね送り込む、これがターボチャージャーでございます。
空気の密度が足りないならば空気をもっとたくさん送り込めばいいじゃないか。どうやって？あのエンジンから排出される風でプロペラを回して、排気ガスでね、プロペラを回して、そのプロペラのもう反対側に棒でつないで、空気を取り入れるプロペラをつければ、排気ガスがブリッと出たらですね、その風の力によって風車が回って、吸気用のプロペラが回って空気をたくさん吸い込むことができるっていうですね、排気ガスから回転力を取り出して、空気を無理やり取り込む装置が、ターボチャージャーです。そしてスーパーチャージャーはそうじゃなくて、エンジンがかかった時にエンジンに直接棒がついてて風車を回します。で、その風車の力で空気をたくさん取り込む、要は空気を取り込む方に向かって、プロペラが回るんですよ。それで空気をたくさん取り込んで同じように力を発揮するっていうのがですね、まあスーパーチャージャーでございます。これでお分かりいただけたでしょうか、違いは。なんかターボチャージャーって、七飯くんがアクセルを踏みましたと、アクセルを回しましたと、ターボ付きのバイクでも車でもいいですけど、そうすると普通の燃焼が起こって排気ガスが出るじゃないですか。その排気ガスでプロペラを回して空気を吸い込むんですね。つまり七飯くんがアクセルを踏み込んで、一回燃焼して排気ガスが出るまで空気を取り込めないんですよ。それまではロースペックなエンジンなんですね。で、空気が入った途端に力を出すので、七飯くんがアクセルを踏んでから実際に車がターボの力を使って加速し出すまでには時間がかかるんですよ。これがターボラグってやつですね、よく聞く。スーパーチャージャーは基本的にアクセルを開けた瞬間から軸が回るので、ターボラグというものはないんですね。すぐ動いてくれる、踏んだら。っていうのがですね、もうエンジン回転数イコールそのプロペラの回転数ですから、まあ、イコールしてもギアダウンされてるんであれですよ、3000回転の時3000回転待ってるって意味じゃないですけど、エンジン踏んだらそれに比例して吸気プロペラも回るんですよね。それがスーパーチャージャーのいいところですね。でもターボチャージャーの方がより大きなパワーを出すことができるんで、スーパーチャージャーよりも。はい、昔車でおーんプシュッってプシュッは何ですか昔ありましたねあれはそのタービンから圧を抜いている音ですね。ある一定のターボってブースト圧っていうのがあるんですよ。どれぐらいプロペラ回して空気詰め込んでるか圧です。その基本的に大気圧が、まあ、ゼロ、要は何も力がかかってない状態はゼロなんですけど、基本マイナスなんですよね。実はブースト系っていうのを見たことある人がいると思うんですけど、マイナスの方に針が振ってるんですよ、エンジンかけてアイドリングさせてる時とかって。つまり何かっていうと、そのプロペラがついてるせいでタービンを回す、排気ガスが回すわけじゃないですか。それが抵抗になって、実はそのついてることがマイナスですよっていう状態なんですよ。だからブースト系って最初マイナスのところにいるんですけど、アクセル踏んでいくと、その0から上 0.5 とか 0.7 とか、大体純正だとそんぐらいかかってるんですけど、ブースターつっての状態って加圧してる状態なので、すごい雑に説明するとブースト0キロっていうのは 2000cc の車だったら 2000cc の車の性能なんですよ。ブースト0は、まあ現実的にはその低圧縮エンジンなんで、むしろマイナスではあるんですけど、基本的にはそういう状態で、ブーストが1キロかかると倍なんですね。 4000cc ぐらいのパワーが出るとエンジンがでも当然 2000cc のエンジンに 4000cc のパワー出させたら壊れますよね、当たり前ですけど。なのでブースト圧っていうのをコントロールして、ある一定以上になると逃げ道がフィッて開いて、それ以上加圧しないようにコントロールしてるんですよ、ブーストって。それが 0.7 キロとか 0.6 キロとか、純正の車とかだとそのぐらいのブースト圧になってることが多いですね、はい。ただまあ、それをですね、圧を抜くときにパシュンって音を出してかっこいいだろって言ってたのがブルーオフバルブです。本当は戻さなきゃいけないんだけど、戻すんですよ、リターンするんですけど、それを待機解放して音を出すことによってめっちゃかっこいいって若者たちがあれがかっこいいかっこいいって言ったんですね。なったでしょ、パシューンっつって。今でもトレンドじゃないみたいですね、あれは。途中から面白くなってんすよねおーんピシュッピシュッとかね今はなんかまた違うトレンドらしいですよ、あれ。まあ、岡村さんとか好きそうですよね、ああいう。いまだに。はい。というわけで Q&A コーナーいかがだったでしょうか。こんな感じでですね、今日は本当に無駄な話が多かったですけど、一応そういうお仕事をしているものですね。はい。待機解放しちゃいけませんよっていうことですね。はい。というわけで今日はこの辺でお別れになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。お
俺さ